スラッシャーズ、まずはおめでとうございます。ありがとうございます。タモさん、今日1ゴール2アシストの活躍でした。エプティも含めてどうでした？そうですね、レギュラーシーズン得点に絡むことほとんどできなかったので、最後点取れてよかったです。あのレギュラーシーズン本当に苦しい戦いで、過去の戦績見たんですけど、2019年に決勝まで行ってザンに1点差で負けてるんですけど、ずっと悔しい思いしてましたね。そうですね、いや今回も実はレギュラーシーズンプレーオフ行けるとは途中ちょっと諦めてたんですけど、最後の方でやっぱりチームのみんながまとまっていい結果につながったんじゃないかなと思います。いや本当にチームずっとこちらから見てても楽しそうにプレーしてるなというふうに思ってたんですけど、チーム自体も かなりまとまってたんじゃないですか？そうですね、もうアイスホッケー好きな人が集まってできたチームなので、みんな楽しく怪我なく楽しめたと思います。いや今日の試合なかなか痺れて盛り上がったよね。そうですね、みんなヘトヘトになってましたけど、最後これ持ててよかったです。ありがとうございます。いや、よかったです。スラッシャーズ、これで念願の、優勝ということで、これからはですね、追われる身になりますけど、来年もぜひ頑張ってください。はい、また参加してくれますね。もちろんです。奥様も向こうで見てくださるんで、応援してくれましたね。ありがとうございます。それでは、ディビジョン5優勝おめでとうございました。スラッシャーズでした。